そうか。この時代の日本は小国の乱立時代だったな。そう、力を持った地方の独立領主が日本の統一を狙っている。ペンギンは貝の国、隣り合った越後のポイズンアイビーと小競り合いを繰り返している。行け、早きこと鳥のごとし。返り討ちにしてやるよ。陸奥の国にはデスストローク。この城ができたら俺の出番だ。トゥーフェイスは都に近い近江の国でジョーカーと共に動いている。さて、この後は。そして今、この日本で一番国家統一に近い位置にいるのがジョーカーよ。ここはどこだ。今の俺様はこの日本で一番の実力者、第六天魔王ジョーカー様だ。日本から世界に放つ戦国タイムスリップアクションエンターテイメント。この時代にはこの時代の強さがある。行くぞジョーカー。忍者バットマン。さあどうする。